チケート変更考える市民懇談会さんと大阪カジノに反対する立ち上げ懇談会さんの記者会見を始めます。それではよろしくお願いします。え、本日お忙しい中お越しいただきましてありがとうございました。早速ですが、冒頭いただくの姫島懇談会とカジノ市団体懇談会の代表であります桜田の方から挨拶をお願いします。はい、皆さんどうも、ご苦労してます。私あの、カジノ問題を考える大阪ネットワークの代表でもあります。今日あのお集まりいただいたのは、国際博覧会協会との、協議を、行いまして、その結果についてですね、ぜひあの皆さん方を通じて大阪府民、大阪市民の皆さんたちに、やっぱりその夢島の、実態、そしてそこを舞台に広げられ、舞台にして行われようとしている、万博、そしてカジノ誘致、これがですね、あのいかにやっぱりあの府民や市民に対してあの悪影響を及ぼすものだということを、訴えたいというふうに考えています。まず最初にあの私たち の, あの団体の紹介なんですけれども、夢島みたいに危険なところにその集客施設を作ってもいいのかというこういうところからあの始まりました。ご承知のように、夢島というところは一つは産業廃棄物の処分場でした。それからもう一つは、大阪湾といいますと河川のが作る港ですから、どうしてもですね河川のにたまる土砂、浚渫土砂といいますが、これを処分しなきゃならないということで、浚渫土砂と建設残土で、作り上げられた、埋め立て場なわけですね。で、ここに、万博を誘致する、そしてカジノを誘致するということで、その大阪経済を成長させる起爆剤にするんだという、まあ、そういう考え方から、カジノの誘致、それから万博の開催が試まれてきたわけです。で、一つ指摘しておきたいことがあります。1987年から夢島の埋め立てというのは始まるんですけれども、この埋め立てをですね規制する法律がなかったということ、これをぜひ皆さんにあの理解していただきたい。土壌汚染対策法という、通常土台法と言いますけれども、これに従って夢島にどういう土を入れたらいかんのか、からそのためのルールを定めたガイドラインというのが出来上がります。これが2006年なんですね。で、その87年から2006年までの約20年近い間にわたって、ここに埋め立てる土砂、あるいは有害物質、こういうものに対する規制が働いてないわけですから、法律に基づいて適正に処理していますと言っても、それは2006年以降の話なのであってという、こういう問題が一つあります。さらに大阪湾というのは非常に稀な地質、世界でも稀な地質だと言われています。ご承知のように関空の地盤沈下問題、そのジャッキアップがいよいよ限界に近づいている。そして土木の常識で言えば高積層と言われる古い地層の地盤が沈むなどということは土木の常識がなかったんだけれども、それは今大阪湾のあの関空で起こってきている。そうした夢島をめぐるさまざまな、地形の問題、地質の問題、土壌の問題、廃棄物処理汚染の問題、こういう問題が累積しているのに、夢島でそういう建築物を作っていいのかという、こういう思いがあります。で、そうした事実を前提にして、私たちは、夢島にですね、博覧会をやる、あるいはカジノを誘致するということについては、やっぱり慎重になるべきだ、考え直すべきだということで、この間運動を進めてまいりました。
主には BIE という国際博覧会協会にも手紙を出しました。それから大阪 IR への参加、あるいはその投資を企てている会社に対しての公開質問状も出しました。また MGM リゾーツや MGM リゾーツの大株主にもこの夢島という土地のさまざまな危険についての質問状、あるいは訴えのルール、メール、メッセージ、こういうものを出させていただいています。ではこれからですね、以上枠のところでのどういう問題をどういうふうに考えているのかということをお話ししましたが、これからですね、具体的に博覧会協会からの回答について、あるいは我々の訴えについてですね、お話を進めさせていただきます。よろしくお願いします。ありがとうございます。では続きまして、2月2日に行いました1万ドルの資料があったと思います。こちらの方をご覧いただきまして、9月2日の博覧会協会との協議の報告について山田先生にお願いします。はい、山田と申します。メンバーの1チームです。9月2日の火曜日10時から12時まで博覧会協会の会議室でですね、我々 の質問書、あるいはその前に出した要望書、それに対する回答を、行うという形で、質疑を行いました。細かいことは時間の関係で省きますけども、お手元にもその要望書、質問書がありがとうございます。で、その回答を、口頭で回答があってですね、その後、我々からいろいろ、9人の参加者からですね、いろいろ問題を投げかけました。で、全体としてはですね、非常に今、検討中であるとかですね、いや、我々、協会とは関係ないんだとかですね、非常に生煮えでですね、非常に我々としては不満の残る回答でありましたけれども、若干環境アセスメントとかですね、応援の問題なんかでは、一定新しい情報を得ることができました。時間の関係でですね、後からご質問があれば、細かい点はいろいろお答えしたいんですけども、私なりに感じたことを、この記者、協会との協議でですね、感じたことを3点にわたって今まとめております。一つはですね、博覧会協会の姿勢、我々何回もこの協会と協議をしてきましたけれども、いつも文書で回答をもらって、それに対する協議、我々また質問するという、そういうやり方を訴えてきたんですけれども、なかなか文書回答をもらえない、若干今回は検討するという回答をもらったんですけれども、協会のメンバーもですね、前回、昨年とは全くほとんど変わっておりましてですね、非常に寄り合い所帯でですね、責任の所在がはっきりしないというか、これで大丈夫かなという気持ちとですね、私一番感じたのは、協会はですね、大阪市さんから土地を借りてですね、とにかく万博を開催すればそれでいいんだというような姿勢といいますか、それが仕事であって、あとはどうなろうとですね、大阪市の責任だとかですね、そういう非常に責任転嫁という姿勢が非常に今回も目立ったというのが非常に印象的で、情報公開についてもですね、そこにもありますように、感染症対策会議なんかを開催するという情報はネットにも出ますけども、じゃあその中身というか、どういう会議であったのか、何が問題になったかということがほとんど情報が開示されない。万博に関するであるセールスは非常に情報、積極的に情報が流れるんですけども、非常にそういう点で問題を感じました。2つ目はですね、環境アセスメント、我々非常に環境問題にも非常に力を入れて、準備書がですね、いつ出るかということに非常に気にかかっていたんですけども、一応今年の12月までには、頃にはですね、広告縦覧をするという、もう一昨年の11月に我々広報所の広告縦覧をやって、我々意見も出したんですけども、それから約2年経って、この準備書が、しかしもう本当に
僕は愛知万博のことをずっとのあの名古屋にいた頃ですね、いろいろ環境アセスメントをやっていたんですけども、こういう状況で本当に間に合うのかどうか、そのパビリオンとかですね、会場計画と環境アセスメントの関係も非常に、まあ、時間的に非常に際どいところにあるんじゃないかという、そういうことを感じました。3番目には、まあ、特に、まあ、大屋根の問題、あの会場建設費がアップした最大の理由なんですけども、大屋根のその施工が今設計段階らしいんですけども、の問題だけじゃなくてですね、あのこのこれ本当の SDGs を歌いながらですね、本当にこういうその大屋根のような会場建設費がこれからもアップするんじゃないかとか、あるいは特に万博運営費、特に2800万人を前提にしたあの計算をしているわけですけども、本当にこういうコロナ禍でですね、あの大丈夫なのかということがかなりはっきりしてきたという、私はこういうあの東京オリンピックもそうですけれども、コスト上昇とですね、地元負担膨張の構図という、そういうものが非常にますます明らかになってきた、そういう点ではやっぱり我々はあのこの少なくともこの財政面、環境面からしてもですね、あるいはいろんなリスクの面からしても、夢島で万博をやることはどう考えてもまずいんじゃないかと、まあ、IR カジノはもちろんですけども、というようなことで、まあ、いろいろ問題を投げかけていきたいとしたわけです。そういうことが、もう一旦がこの今回の協議でもはっきりしたということです。以上です。ありがとうございます。続きまして、あの都市計画局に対して質問でも申し入れ書というのを提出しております。あと、本局などいろいろ協議してきたその報告について馬場さんの方からお願いします。資料は一番下の方にあったものですね。クリアファイルの下のにある分の資料をご覧ください。はい、馬場と申します。ここで資料をですね、お話ししていますが、クリップで止めたものですけどね。まず、桜田大学から先ほど申しましたように、夢島の都市計画が2年前に変更されました。これはもちろん万博が夢島で開催されることと、それに併設して IR カジノが法律が成立したということで、大阪に誘致をする。その両解除が夢島になったということから、夢島の都市計画が変更されたということです。これに対して私たちは、大阪市の都市計画局に対し、あるいは都市計画審議会に対してですね、それは大きな問題が起こると、で大阪市民に対してどういう影響を与えるかという危惧のもとに申し入れをいたしました。で、2019年9月5日にですね、団体協議いたしました。でその時の説明がですね、この資料に書いてますように、2025年に万博を開催する。で2024年に前倒して IR カジノを誘致をする、で両方が同時開催できる体制を作る、こういう計画だったんですね。でこれに対して、まあ、何千億円の投資をするという計画で、これは審議会を通って承認された。ところがその後コロナ、世界的なですね、 COVID-19 のコロナ問題が発生をして、この計画が今2年前と現在の状況と大きく変化をしているという状況に今あります。そうしますとですね、当時コロナ以前に論議をした都市計画がそのままでいいのかという疑問を当然私たちは持ちます。で、世界的な経済とか大阪への訪日外国人がですね、2年前は1年間に1200万人訪れるという非常に大きな盛り上がりの中でありましたけれども、まあ、現在比較しますとほとんども訪日外国人を見かけることがないような状態です。でオリンピックもこういう無観客で開催するという時代を迎えて、これは大きく世の中が変わってきて、大阪の経済状況も大きく変わってきている、観光業界も大きく変わってきている状況の中で、依然としてコロナ時代の2年前の計画を推進していいのか、それに財政を投入していいのかという疑問に対してですね、当然私たちは都市計画審議会、あるいは大阪市議会でですね、再審議すべきだと。で予算も計上は今年から一部されてますけれども、こうした見直しを全面的にすべきだということで申し入れいたしました。
まあ、ところがまだ残念ながら返答いただいてません、近日中返答があるということですので、この返答を待ちながらですね、この都市計画そのものに対して再審議、再検討いただきたいという申し入れをしたい、しているということであります。続いていいですかね。それからそれに関連をしましてですね、2番目の資料をちょっとお出ししてあります。まあ、皆さんご存知の通り、夢洲にはですね、都市造成含めて、約1200億円が投入をされます。でこれはもう一般会計から出す分と、もともとある公営港の営業ですね、公営事業会計、ここから出す分と分かれてますけれども、両方合わせても1200億円投入をされます。これはもう都市造成、それから花壇に行きましたら万博の直接費が約2900億円、会場建設費が上がりました。運営費が820億円、途上国に1246億円という、まあ、3000億円近く、これを含めますと約4000億円強がですね、万博のために夢洲に投入されるということであります。それから、まあ、あと関連するインフラ財政もありますけれども、こういうことがもうすでに始まっていますし、2021年度大阪市予算にもですね、一部がもう計上されて、執行されているということになります。でこういう中で、私たちが一番問題にするのはですね、先ほど言いました一般会計もコロナ時代でそんなに何千億円も投入していいのかという問題と合わせて、港の運営会計というのがあります。これがですね、いわゆるその夢洲の開発造成に対しては港営業公営会計からも投入しています。で、4つの埋め立て地が大阪には大阪県があるんですけどね、先島、古い順番で言いましたら先島、それから舞島、ここの舞島ですね、それから鶴浜沖、それから今の夢洲、これ4つの埋め立て地がされています。で、これに対してほとんどあとの2つ、先島が一番広いんですけども、先島と舞島については大きな財政投入しています。埋め立てで、それに対して土地を整備をして、売却をし、あるいは賃貸をして、その投入した額を回収する、こういう仕組みになっています。ところが夢洲に限ってはですね、IR カジノ、あるいは万博が決定した段階でですね、計画された段階でその土地売却とそれから賃貸計画が全部ストップしました。ストップしましたから、約今大阪市に対して情報公開を求めてるんですけども、夢洲単独にいくら投入したのかということを今情報公開で請求してます。まだ回答はありません。で5年前にですね、ある新聞社が情報公開で出したのが3400億円なんです。それが5年経ったら、今含めて造成 IR 会社の造成も含めて計算しますと約6000億円と予想されます。で6000億円どう回収するのかというのが非常に大きな問題なんですね。で、大阪市の公安局が毎年ですね、発表してます。でこれはですね、10月とそれから3月に、公営会計の10年間の収支見通しというのを出しています。でこれの資料はですね、まつりにつけています。一番最後にですね、つけていますけども、この横だけですね、これをつけています。10年間、もう10年間の収支見通し、これはですね、ここに記載してますように、なんとかギリギリでいける。でその前提はですね、IR カジノ業者、進出する業者から202億円の収入があるということと、それからIR カジノの用地ですね、万博用地はタダで貸しますから、IR カジノ用地については最初は売却ということでしたけども、これ賃貸に変わりました。で2025年から収支見通しを立てています。でところが IR カジノが大きく遅れました。計画はですね、で早くてもこれ来る方は別にして、遅れても、早くてもですね、2020年代後半
ということになってますから、その間は賃貸料が収入がないわけですね。ところがこれ、それを2025年度、6年度から含めてこれ計上してるんですね。で、なんとか年間121年度だったら207億円が回転資金に回せる、港の運営する事業会計に回せるということなんです。ところがこの収入が入らなくなったら、これ途端にですね、累積資金残高という、これも一般企業で言えば会計でこれだけ資金がある、キャッシュローンみたいな資金がある、これをどこに投入してどういう設備投資でどういう生産体制を作ろうかという、こういう根本的な資金ですけども、これが枯渇をするという状況が生まれます。ですから本年のですね、この大阪府埋め立て事業で会計が本年の3月当然発表されるところでしたけども、発表できない、全く見通しが立たないから悪いけれども、埋め立て事業会計は発表できないという報道がありました。だから現在出てません。10月にもおそらく無理なんです。こういうことでですね、公営会計自体が万博、それから予想される IR カジノの技術のためにですね、収入が途絶えてしまって破綻をするという状況が起きますから、これ大変なことだというふうに感じています。で、ちなみにですね、もう簡単に終わりますけども、この資料で今夢洲に売却をした、4社ですね、国土交通港湾施設の国交省を入れて4社、横浜レート、サンキュー、それからカムイン、これ、約ですね131億円売却したあと、この6年間ストップしてるで、賃貸もほとんどストップしてる、賃貸の業務出してますけども、ですからこれ大変な状況でありまして、港の大阪市というのは港で発展してきた、河川沿岸を中心にして港で発展してきた大阪市でありますから、商業都市大阪市というのは港がストップしたらどうなるかというか、これはもう歴然としています。経済に与える影響、 IR カジノを誘致をして経済復興というのは、一方では港が使えなくなる、公営会計が厳しくなるということで、そのリスクというのは、言われるような IR カジノの経済効果以上のものリスクが生まれるということで、非常に心配をしています。こういうことからですね、問題提起をしながら大阪市、大阪府に対して再検討を求めていきたいというふうに考えています。以上です。続きまして私の方からクリアファイルに入れております大阪 IR への参加投資に関する公開質問状を企業に送付いたしましたので、その結果についてお知らせいたします。この7月大阪府の方からIR の事業者候補の結果が提案書類が出てきたということで、その発表自体はあったんですけれども、その内容については確認しましたが、公開しない、年内で見は概要が出るのみという回答でした。ということで、今 MGM とオリックスが参加するように思われてますが、それ以外にも在阪の企業で1400億円ぐらい資金を集めるって言ってます。その集める候補、その参加を呼びかけられたというふうに以前報道があった、パナソニック、関西電力、JR、西日本、大阪ガス、京阪ホールディングス、ダイキン工業の6社だけが名前が分かっておりましたので、そちらの6社に対して公開質問状を送付しまして、期限まで回答があったのが、6社で、ダイキン工業のみ回答がありませんでしたが、それ以外は回答をいただきました。パナソニックと大阪ガスは IR への対応方針がどうするかまだ決まっていないという回答でしたが、それ以外の関西電力、京阪、JR は回答は差し控えるということで回答はありませんでした。こちらから決まっていないというところでは公開できないのは当然なんですが、本来大阪 IR が素晴らしいものであるというふうに自社として宣伝できるものであれば、積極的に公開すべき話があって、公開できない差し控えるというのはどういうことなんだろうというふうに疑問に思っています。
今後について、あの代表企業以外の応募グループ構成員というのは、その提案審査書類が公開されないと分かりませんので、こちらの方に情報提供を行っていこうと思っております。続きまして、あのこの、まあ、そもそもですね、この大阪万博というのは、この目的はあの SDGs の達成される社会というのを目的として開催された、あの開催される事業が成功したところでありますけれども、昨年の12月に出てきた基本計画、こちらの方を見ても SDGs についての記述がほとんどない。ざっくざっと見ましたが、 SDGs の方針が、あの精神が全然引き継がれておりません。あの私、君島懇談会の事務局をしております NPO 法人 EMZ の武田と申しますが、あの NGO としてやっぱり SDGs の達成に貢献するというのであればきちんと出してほしい。そのためにどういうふうに SDGs に貢献できるのかという、その測る尺度の一つが環境アセスメントであり、持続可能性評価アセスメントとか、そのアセスメントになります。やっぱりそうやって検証しないと本当に貢献できたのかっていうのが検証できないっていうことから、ちゃんと環境アセスメント、持続可能性評価をやれっていうふうにずっと伝えてきました。なんですけれども、あの2015年のミラノ万博、まあ、SDGs が発表される前から計画されていたミラノ万博ですら持続可能性評価をしているにもかかわらず、それ以前の基準である環境しか対象にしていない、環境アセスメントしか万博協会はやっていない、条例に乗って取って実施しているから大丈夫と言いますが、もう10年前の万博ですら持続可能性評価、環境だけではなく社会経済や、それも大阪府よりももっと広域の環境社会的な影響、そういったものすべて実施前実施後もうずっと追跡調査も重ねて、全体的に本当にその万博が、ミラノ万博が持続可能性があるのかっていうのを評価したっていうのが10年前の万博です。愛知万博ですら環境アセスメントができる前からその精神をとってやっていたにもかかわらず、この SDGs 持続可能性を謳った万博でそれをしない、これまでやってくれっていうふうに申し上げてきたところ、やるという回答は一回もありません。で、あの唯一この基本計画に書かれているのが、その持続可能性アセスメントの一つの手法である ISO 20121、この、まあ、国際的なイベントの持続可能性を管理している、まあ、そのための ISO なんですけれども、ここの基本計画の85ページに書かれているのは、 ISO への適合を視野に入れて導入を検討するぐらいな、すごい遠回りな言い方なんですね。これらの博覧会協会の時にも2020年12月、だからもう半年以上前の計画に導入検討すると書かれているならば、もう何か進んでるんですかと質問しますところ、特に何も進んでいないということです。で、以前の面談の時にもあまりにも SDGs の視点が欠けているなと感じましたので、職員とかアドバイザー、ディレクター、万博にはすごいたくさんおられる。職員でもいい。誰か精通した人いるんですか？ SDGs 精通した人いるんですか？って聞いたところ、前以前もいなかった。今回の時もいないということで、結局あの SDGs をちゃんとやろうという機会が全く感じないんですね。でそれは先ほど山田先生もからあのお伝えした通り、やっぱり SDGs っていうのは達成するには行政だけではできない、政府だけではできないということで、民間や市民団体、いろんなセクターがパートナーシップで一緒にやっていこう、それで SDGs を達成しようというのがもう大原則なんですけれども、そのためには情報公開というのは欠かせません。で対話っていうのも欠かせない。そういうふうになっている中で文書で回答はできない、担当部局に事実確認をしようとしても担当部局にすらつないでくれない、いつも市民団体担当っていう人が質問を聞いて、じゃあこういう質問ですね、じゃあ確認して折り返します、1週間以上経ってそこから回答する、ということはこういうことですかって追加質問すると、あ、それについては分かりかねるのでもう一回確認しますって言って、またそれを質問をこういうことを聞きますねって言って、でそこからまた1週間、これ今3回目ですけど、1週間以上取ってるけどまだ返ってこない回答が、で文書で回答っていうのも
7月、もともと今回私たち夢島懇談会として7月に質問書、要望書を出したんですけれども、もう面談がコロナで無理になって、それは仕方がありません。7月4日正式に依頼をしました。文書で回答してください。どこまで述べるかわからないから先に文書で回答してください。7月4日に依頼して、8月11日に電話でもう1回確認して、で、ようやく回答が返ってきたのが8月30日、2ヶ月経ってようやく、2日後の9月2日の面談で口頭で回答するから文書で回答しません、今後については検討しますっていうね、2ヶ月経ってようやく検討するっていう回答が得られるっていうぐらい、非常に情報公開、パートナーシップの観点で非常に対応、問題ある姿勢だなというふうに感じています。このままではやっぱり10年前のミラノ万博、その前の愛知万博、東京オリパラとかでも ISO に2012社と実施しているにもかかわらず、いまだに導入を検討している段階っていう、本当に非常に後ろ向きな姿勢ということで、このままではやっぱりカジノとビッグデータを作るために万博をやるふうにしか私には見えないというふうに申し上げて、私の発表を終わります、はい、ということで、あまりにも盛りだくさん、一応私たちからの発表を会見の内容を取る前までなんですけれども、これから質問の方に移りたいと思いますが、ちょっとあまりにも盛りだくさんすぎてですね、なかなか難しいかと思うんですが、ぜひ気になる方よろしくお願いします。挙手にお願いします。すみません、ABC テレビの川口と申します。すみません、いろいろと多岐にわたっているので、ちょっと絞らせていただくと、環境問題についてで、すみません、こちらの知識がなくって逆に教えていただきたいんですが、夢島のその環境問題ということで、環境調査っていうのは、もちろん万博協会さんとか、その大阪府さんの方でやっていて、その結果というのは公表されているんでしょうか。いわゆる環境アセスメント、環境影響評価がの方法書というのが、まずこれの一番最後のページのところに、環境アセスメントの順序というのが書かれているので、それを見ながらお願いします。一昨年、先ほど言いましたけど、一昨年の11月に方法書が報告縦覧されまして、その後、その昨年の4月に大阪市長の、承認を得てですね、環境影響調査が始まって、でずっと、現在も調査がされている、その途中で小アジサシとかいろんな生物、そういう貴重な生物も見つかったりしているわけですけども、でそういう調査が、一応この前の協会の話では今年の12月末にはね、広告縦覧を、したいというか、一応決意表明だったということを言ってましたけども、という形で、だからそこから広告縦覧して、我々また市民が意見をしたり、説明会があったりしてですね、でそれでその準備書、その後評価書というのが出て、やっと一応環境影響評価で夢島で事業をやってもいいですよという、そういう段階になるんですね。でも実際にもいろんな建設が今やられてるわけですから、非常におかしいなことが起こってますけども、ちょっと流れとしてはですね、今年の12月末までには多分準備書ができるという、調査が一応終わるということですね。ありがとうございます。おっしゃってたように、もうすでに講師とかいろいろ始められてると思うんですけれども、その環境アセスメントって調査やってその意見を言ったりするっていう流れは、実際こう工事中に起こるものなんです、それとも工事をする前に実際はやるべきことなんでしょうか。当然の工事をする前にですね、やるべきなんですけども、今協会から言わせれば、今工事しているのは大阪市の、担当だというか、大阪市がその急速埋め立てをしたりですね、基盤を整備していると、だから自分たちは関係ないよというような言い方を、するわけですね。でも非常に協会と大阪市との関係も非常に難しいです。線引きが非常に難しいんですけども、本来はやっぱり この環境に影響はあんまり軽微だからやってもいいですよという、そういうお墨付きが出てから本格的な工事が始まるわけですね。それをやってたら本当に多分間に合いませんよね、実際に。でも実際にはこの前の教育が分かったら、
パビリオンだってまだ全然建設計画がはっきりしないわけですね。まあ、どこの国がどれだけパビリオンを作るかもはっきりしない中でですね、本当に環境影響評価のができるかどうかというのも非常に危ういという時間的にもですね、という状況です。ありがとうございます。最後にすいません、多分会見の中で全部言ってくださってたんですけれども、ちょっとまとめて環境、まあ、その評価でどういう問題が起こるだろうというふうに想定されていらっしゃるの、どういう問題が上がってくるというふうに考えていらっしゃいますか。今の問題ですけれども、夢島というところが非常に特殊な場所だというのが前提になるんですね。でそのもちろん環境アセスメントの一般的なルールで言えば、その夢島のような特殊性というものは考えてないわけです。まずね。だから例えば万博公園で万博やりますよって言った時のアセスメントの評価の仕方と、夢島という非常に土地、非常に特殊な土地でやるアセスメントを同じレベルで考えてしまう。で今その、協会、博覧会協会にしろ、それから大阪市にしろ、やっぱり一番困るのは夢島という非常にその一つはその産業廃棄物の処分場であった、それからその規制のない浚渫自動車や、建設残土が埋まっている、ひょっとしたらアスベストがあるんじゃないの、もちろんダイオキシンはあったよね、それから PCB あったよね、でそういうものがある島のところなんですよ。だから当然その土壌や地質についての調査というものをやらなきゃいけないんだけれども、それはその一般の、ルールの中には、アセスメントルールの中には入ってこないから、でも実際にやらそこをその確かめないといろんな問題が出てくるので困るという、こういう微妙なバランスの上でやってるわけです。だから勢い、いやそれは博覧会協会の仕事であったりとか、いやそれは大阪市の仕事ですからという、その責任逃れをどうしてもやらざるを得ない。なぜかというと、その夢島という非常にその特殊な土地についてのきちんとした調査、これをやっぱりやってないからなんです。でそれをやり始めたら何が起こるのかわからないような状態になってしまうと、それこそチャブダイガヤスのようにその計画そのものに問題があるということがもう一目瞭然になっているから、できるだけやっぱりそういうことをしたくないという、当然そういうインステンスというのが働くと思う。それが今質問のあったように環境評価といってもいろいろな問題その、がこう混在しているように見えるのは、なぜ環境評価をやるときにどうしてその盛り土を急がなきゃならないの、あるいは水抜きを急がなきゃならないのという、これがその環境評価とリンクしてるっていうふうに見えてしまうので、そういう複雑な問題をきちんとやっぱり整理しきれてないというのが、そういうその整理しきれない、しきれないままに、まあ、見切り発車でどん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 計画が進められているというのが一番大きな問題だろう。ありがとうございます。まあ、あれですけど、そのルールがその適用されない期間がそんだけあったということを前提してないんですよ。その事実についてはまずみんな目をつぶってないことにしてるわけ。それから、万博連協会について言うと、この前会議の中でもその建築基準法であるとか法令をきちんと遵守して私たちやってますってことを言うわけですね。そうすると普通の幹部で言うと安心するじゃないですか。決められたルールに基づいてしっかりやってるんだということを言われたら安心するんだけれども、ところがその万博の建物というのは仮設の建物だから建築基準法が適用されないものっていっぱいあるんですよ。で一番肝心な法律のところを読んだときに、その基礎工事のところについては適用除外はないよというルールになってんだけれども、その条文を調べてみたら、いやそれは国土交通省の決めたルールに従ってやってもらえば不意を打たずに済みますよと、こんなことが出てくるものだから、そうすると法律に従ってやるということが同時に法律の規制をすり抜けてやれるという、
で、こういうところまで残念ながらそのマスコミの皆さんの追及がやっぱり届いてないの。だからそこはやっぱりちょっと期待したいところがあって、マスコミだからこそいろいろな専門的な知識をまとめ上げて世論作りを貢献することができるんだけれども、一番肝心なところにやっぱり手が届いてないというところにやっぱりちょっとマスコミの皆さんにも頑張ってほしいというか、そういう期待感があります。すみません、大阪の県新聞です。山さんがおっしゃった中で、新しい情報があるということで、環境アセストを言いましたね。そこに関しては新しい情報が博覧会議協会との協議の中で出てきたという話ですけど、新しい情報というのはどういう感じですか。新しいかどうか、我々がその、今まではマスコミの報道ではあんまり知られなかったようなことが、我々の協議の中で明らかになった。例えば跡地利用、先ほどちょっと言うのを忘れましたけれども、跡地利用でですね、基本的には万博が終わってからじゃあどうするのかということで聞いたらですね、大阪市から借りてる土地をきれいに更地にしてですね、お返しするのが我々万博協会だと、博覧会協会だと。だから大屋根、1850億円で膨れ上がった張本人である大屋根、350億でしたかね、あれだけの金がかかる、一応仮説なんですけども、あれなんか結局は全部潰してですね、返すというか、そこら辺は愛知万博の時もですね、そういう跡地利用をどうするかということで、だいぶいろいろ、万博のレガシーの、東京オリンピックのレガシーをどうするかというので議論がありますけども、基本的にはまだあの時はですね、愛知万博の時はその後はこの万博公園にするとかですね、いろんなその提案が、その万博の開催の前の段階からいろいろ議論がされてたわけですね。でも今回聞いたら、結局は大屋根を撤去して全部さら地にしてしまうよと。だからさら地にしてそこにカジノが来ても我々知らんよというですね、そういうような態度というのが非常に見えてきたというのが、僕なんかは非常に新しいというか、今までそこら辺が非常にはっきりしなかったというようなところも含めてですね、問題が明らかにできたんじゃないかという、今後その辺もまた追求していきたいんですけども、あるいは万博運営費の問題でもですね、基本的には2800万人を前提に、でも今の状況で2800万人なんて確保できるかというと、それはコロナが収束しての計算であると。だから、じゃあ収束しなかったらどうなるかということは、これからドバイ万博とかいろんな状況を見てですね、検討していきますよというのは、そういう回答でもあったという。だから全然、ね、収支の見込み、収入の見込みがですね、全然はっきりしないという、してないまま、今もどんどんいろんな工事なり、いろんな計画が進んでいるというところが、非常に私は疑問に感じているという。関連で馬場さんにお伺いします。はい、計画、2年前の計画で、コロナとか、台湾の開業が遅れることが入っていないということですけれども、これによって、港の会計もあるんですけど、港の会計がやっぱり見えなくて、一般会計から繰り返されることが分かりますので、一番その結果として、どういうことが起こることを懸念されていますか。先ほどちょっと続きになりますけどもね、例えば、万博の運営費が820億円が、かかりますね。これはだから、入場料で賄うと言ってますけども、ちょうど7月20日の大阪市と協議させてもらったときには、例えば820億円入らなかった場合、どこが負担するのかといったら、いや、これは当然国の主催ですから、万博は。国が負担すべきだと。こういう大阪市の見解になる。ところが、この間、万博協会では、国が負担するという規定はどこにもありませんよと。こういう回答なんです。だから、例えば820億円、半額の700億円しか入らなかった。
入場者が2000人とか1500万人減った場合、だからこういうことがあちこちに現れてます。でどこが例えば600億円増加すると大屋根作るのにね、だからこれに対してならどこが増加分負担するか、大阪市の会計では当初議会で決めたのは1250億円を3等分すると、自治体と財界と国がこういうことで承認してるはずなんです。600億円どこが負担するかっていうのはねまだ決めてないんですよ。ところが万博協会や3分の1は自治体で求めない、これは当然だという見解なんです。だからそこのせめぎ合いが始まっている。だから一番心配するのは公営会計でも含めてですけども、増税はさせた、で借金は6000億円、例えば増税と今までの投資額夢しまい6000億円だとするならば、これまだほとんど回収できてないんです。だから万博はもう半年で終わってしまって、はいさよなら解散なんですよね。ならその夢しまいに投じた額は誰が負担するんだとなったら、これ大阪市それから公営会計に、永久に負担がかかってくるわけですね。そうすると一般会計で出すのか、港で儲けて負担するのか、港で儲けるというのはほとんど売却しなければ儲かりませんから、で IR がいい悪いは別にして来なかったらずっとさらじて待ってるわけです。収入なしなんです。こういう状態が現に起こりうるというのはね、今計算しても数年間はそういう状態が起こるんです。でもうプラスしたら地下鉄を540億円プラスになって580億円になって、これ万博のために引くんですね、急いで今工事始まってます。ところが IR 会議が後半になって2028年度これ部分開業なんです。お客さんまだ来るかどうかわからん、そしたら3年少なくとも3年か4年間は地下鉄ストップなんですよね。万博終わったらこんなめちゃめちゃな投資が本当にいいのかどうかはね、本当に議会の中でももっと市民的にも議論してほしいというかね、率直な私たちの思いです、はい、つまりその埋め立て費用に関しては港で会計の中で、広島の中の土地を売却したお金で賄うというはずだったけれども、それが売れるかどうかわからない。そうですね。ということです、はい、万博期間中はもうただで貸すわけですから、万博の跡地をどういうふうに利用するかというのはまだ全く決まっていない。だから あそこはまたイノベーション特区なんですね。で万博開催前から指定されていますよ。で、誘致企業に対しては無税で、5年間無税で誘致をするんですね。だから、これでもまだ来ないんです。この間募集した広島駅予定地の周辺の応募者がゼロ社なんですね。だから、広島というのの商業価値というか、進出価値はほとんどないと見なかったんですね。だから増税はして何千億円投入したけども、それ回収する方法がない。大変なんです。お金の話なんでね、整理するためには2つの考え方がいるんです。1つは、貸借対照の話になりますけども、その資産、財産と借金の関係、資産と負債の関係と、それから収入と支出の関係、これ損益計算書です。貸借対照表の話と損益計算書の話、2つの話がある。で、馬場さんがずっと言ってたのは、その当初得られるであろうと思ってた収入、損益計算書ですけれども、ここの収入が全然得られへんねやから、一体どうやって事業を継続するのっていう話。だから、もう一つの6000億円という話は、財産と、借金の関係です。で今ずっと造成してきたんだから借金が6000億円あるわけ でこれはいろんなその建設債だとかいろんな債権を発行することで調達してきたお金ということになります。じゃあこの6000億円の借金をどうやって返すのというのは、作った土地を売って返すという話なんですが、もともと170ヘクタールが売却予定地とされていました。そのうちの100ヘクタールがカジノに使うとか言い出したんですね。
そうするとカジノは売却ではなくって35年間の年間24億5000万円、まあ、ざっくりですけれども、25億円ぐらいのお金を35年間、貸しますよ。これ大体1000億ぐらいしかならないわけですよ。ほんなら残りの5000億円を70ヘクタールの土地、70万平方メートルで、それで5000億円を賄わなあかんっていう話になってくると、一体あの土地何ぼで売らなあかんねん。下手したら東京23区のマンションと同じような値段で売らなあかんのちゃうかっていう、こんな計算になりますからね。とてもじゃないけどそれはもうできへん話やから、ということは借金返されへんっていう話。どない見たって誰が見たって借金返されへん話。こんなことをずっと黙ってもう、こうごちゃ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 ごまかしながらね続けていって、もう出来上がってしもうたんやからしゃあないやん、ということで済ましていいのかという問題なんです。関連付けて言いますと、運営費とか夢中のインフラ整備とかっていうところ、確実に大阪計画段階で大阪市民が負担すると分かっているのは最低でも 2.7 万円、これ大阪区民、日本国民の分は計算してません、大阪市民、大阪市の負担分を270万人に分った数字が1人当たり計画段階で 2.7 万円です。だから大阪市民は大阪区民でもある、日本国民でもあるので、その分プラスで追加されるというふうになると、東京オリンピック、東京都民10万円1人負担と言ってましたけど、多分大阪市民もそれに近いぐらいの金額を万博、IR カジノに払うことになる。でそれに加えて、だから先ほど言ったように、公安、公営会計の赤字、ゴミの最終処分地が埋め立ててしまったということで、フェニックスへの投資、物流への経済的影響、まあ、こういった。会場建設費の1850億円ばっかりとか、カジノの202億円ばっかり効果されてますけど、それを警備の話と言えるほど、他にもいっぱいお金がかかるのが夢島なんです。それにもかかわらず、跡地利用っていうのは、もう大阪市、大阪府経済界が作っている夢島まちづくり構想にのっとってやるので、私たちは関係ない、さら地にして返すっていうのが博覧会協会。で350億円の投資をした大屋根を半年で潰してしまうのが、これ持続可能性どこにあるんですか。インフラ、そんな350億円あればインフラ整備どれだけできるんだっていうのが、大屋根をいくら作っても、パビリオンをいくら作ってもインフラ整備にもならない、災害にも何にも役に立たないというところも、持続可能性からも、町づくりっていう革新の点からもどう考えてもおかしいっていうこと、とこれだけの土地、100ヘクタールとかって言ってますけど、USJ と比較するとすごい分かりやすいと思うんですけど、どれだけ密か、どれだけアクセスに無理があるか、夢島にする制限ということで、USJ が大体年間1460万人が最悪、そこから公開してないんですけど、年間の来場者です。で万博は半年で2800人、だから USJ の倍の人数を半年でやろうとする、つまり半年間 USJ の4倍の集客が必要なんです。それでようやく運営費の800億円稼げる。でじゃあそんなに広いんですかってなると、 USJ は45ヘクタールです。万博大体100ヘクタールなので、まあ、それ倍ぐらいなんですけど、だから USJ も、もうすごい満杯の状態の、あの倍の人数が万博の会場に行かないと2800万人というのは達成できない。これ本当に入れるのか運べるのかっていう、真夏にっていうすごい問題もあって、もうそもそも会場建設費だけでなく運営費も赤字の可能性が大きいですし、それ以外の会場、関連事業、イメシマルインフラ整備、そういったところにもすごいお金がかかると思います。本当に大阪市民1人10万円近く将来かかるかもしれなくても、夢島で万博とカジノを本当にやりたいのかっていうのは、残るのはカジノとビッグデータ、自分たちがパビリオンに行ってアンチエイジング、やっぱりアンチエイジングライドをやって、自分の遺伝子情報とか健康情報とかそういったものを提供する、住民が同意したってことになってしまう、そこと行政と企業が持つ
データ連携基盤というのを作るというのがソサエティ 5.0、 今回の万博で言われている SDGs とソサエティ 5.0 の一つがそういうことなので、万博に行ったらでアンチエイジングのったらアンチエイジングだったら行政の持つ自分の個人情報、家族とかの情報、企業が持つ信用情報、携帯とかそういった銀行とかそういった情報というのはもともとこれからビッグデータとしてデータ連携基盤を万博で作ろうというふうになっているのに加えて、自分の健康とかそういう遺伝子の情報とかも乗っけて通りにというのが、万博っていう装置を使って住民合意っていうのを、その本人の合意っていうのを簡単に得られてしまうっていう危険なところもあるっていうところもあんまりこれ報道されてないのでお伝えしています。スーパーシティ構想の一環です。ぜひマスコミの皆さんにね、これ資料としてまとめに渡したんですけども、大阪府が5年前に検討していた資料ですけど、これ2年前に開業してるんです。で、社会的資本ですね、これが老朽化してきて、大阪府に国でも同じ現象なんです。大阪府が統計出した資料がちょっと読みにくいですけど、これなかなかダウンロードがしても読みにくいんですけども、例えば橋梁とかトンネルとか河川の護岸とかですね、それが水道管、下水道管ですね、それから公園施設、これは社会的資本で言うんですけども、これがですねほとんど、これ5年前の資料ですから 5年引かなかったんですけども、例えば20年後、これ15年後になるんですけども、59% とか 71% とか 81% とか、この公園施設だと 100% になる。ほとんどもう老朽化して、これ作り替えなあかんという時期に来てるんですね。そんな時に新しいとこに投入するかにあったら、この社会的資本にこう投入して、これを直していかんとね、これ防災も含めて大変な事態なの。これに巨額な金がいるんです。国のお金だけじゃなくて、福祉も含めてね。だから万博やとか IR カジノ、例えば IR に1兆円規模を投入すると言われてます。民間も含めてね。それをするんやったら、こういう社会的資本の充実で、復旧充実にですね、回してほしいというのは、回さなければいけないというのがね、私たちの見解なんです。経済新聞の金川です。日本の話の中で気に入って伺いたい、日本経済新聞の金川です。先ほど の質疑の中で1点伺いたいことがありまして、運営費の820億円のあたりで、その協会投資側でコロナを受けて来場者が減った場合の補填 の認識が異なっているということなんですが、その辺は詳しくは回答のどういう回答だったのか教えていただけますか。820億円の計算、あるいはその会場入場者とパビリオンの出展者 の負担の分を合わせて820億だと思いますけれども、これがもしその820億が確保できない場合にどうするかというのを我々聞いたら、その基本的にはまあ、国の責任じゃないかというような問いかけをして、しかしそれは基本的には国の責任だけじゃなくてですね、結局会場建設費のような形でその3等分するとかですね、まあ、そこら辺もあんまり明確な回答ではないんだけども、働き協会は、僕が対応したのは、運営、例えば計画が今2800万人のまんまで計画しているけれど、本当にそれでやるのかって言ったら、これから計画をどういうふうに、もしかしたら下振れに修正するかもしれない、下振れに修正したら、当然運営費、収入が減るので、それに合わせて支出するから大丈夫、赤字は出ませんって言ったんですね。間に合うんですか、もう先に支出するでしょって。
や、間に合わせますみたいな、無理でしょっていう。ただそれについて、例えば赤字が出たら、それを国が負担するという規定はない、これは明確に言いました。で、大阪市に1ヶ月前に交渉したときには、これ、国の主催ですから、大阪市が負担する義務はないと理解すると、これは大阪市の正式な回答。今東京オリンピックの場合はですね、都市開催ですから東京都と国がどう、まあ、無観客の赤字をどう考えるかという、でも基本的には万博というのは国の開催ですから、本来は国が責任を持つべきはずなんですけども、そこは非常に曖昧な回答であったという。だから万博とやっぱりオリンピックというのは性格が違うということだけは僕らははっきりさせていく必要があると思います。9月2日の博覧会協会との議事録については、近日中に夢島懇談会のブログの方にアップする予定です。今準備中です。はい。